はい、よろしくお願いします。週刊ウニュです。ウニュっとした動画を作っています。それでお相手はこの方。はい、三好でございます。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。また新ネタを考えてきてくれた。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じですね。これもよくあるのかもしれないですけど、正三角形とその隙間みたいなやつで、最初こう並んでますよね。まあ、ちょっと青のはガイドなので気にしないようにして、正三角形が並んでるのがちょっとずつずれて、こんな感じになってるという。そこの真ん中や右の図はつまりですね、はい。直線がなくなるんですよね。半直線ばかりになああ、そうですね。という感じの。で、ずっそうとで行もくとない。また最初に戻ってくああ、るっそうていですう。ね。これは、これで。で、三三、角いや、形す。角度で回っていけばいいんですか？角度一定で。角度そう変化ですね。角度変という化がか、自然な気がしますね。三角形の大きさは変わらないでいすや、ね、今回のは。あれ、入りますか？三角形の大きさ変えようと思ってて、そうなんですか？ちょっと複雑。ここ今書いてる六角形が大きさ固定。見た目変わっちゃってるけど。六角形大きさ固定で、はい。でっかく、一番最大でっかくしとけよってことね。そうでかすな？ね。これでいいのかな？六角形固定。そうですね。なんかはできそうな気がしますね。三角形の真ん中に三角があっていいんだっけ？六角形の三角があって。同じにしろってことなら答えは出ると思うかな。やってみますね。で、ぐるぐる回る。固定。ぐるぐる回る。三角形自体はね。三角形自体がその場でぐるぐる回ってる感じですよね。だからね。この場で回るけど、実は大きさはちょい変わるってこと？そうですね。はい。これもじゃあやってみます。以上ですね、これ。はい。そうですね。だんだんネタ出しが 非常に簡単になってきね。じゃあ、チャンネル登録よろしくお願いしますって。だから、まずはあれですよね。登録者が2000人ぐらいを目指すといいですね、今。いいですね。1000人に超えてるんで、こいつに押してやれ、みたいな、恵んでやれ的なチャンネル登録がなくなっちゃって かな？ちょっとわそうかなんないんですよ。だ。1000で頭打ちょっとちして足踏みをしてるしてる感じでんすだか。ね。急にそれ1000はとそれかは。書いとくといいのかもしれないです。それではまた次回よろしくお願いしまはす。い、よろしくお願いします。